高額な温泉利用券が返礼品のルールに違反したとして、総務省は昨日洲本市をふるさと納税の制度の対象から除外すると発表しました。地元の観光や漁業、農業関係者の受け止めは。2020年度のふるさと納税による寄付額、全国8位の54億円。兵庫県内ナンバーワンの寄付を集めていた洲本市に昨日激震が走りました。午後9時を回りました。洲本市役所です。夕方に洲本市に総務省から通知があったということで、先ほどまで記者会見が行われていました。この後ですね、この2階のふるさと納税の部署なんですけども、さまざまな対応、変更の手続きを行わなければいけないということで、夜通し作業が続けられるということです。こちらが問題となっていたふるさと納税の洲本温泉利用券。市が返礼品のルールに違反し、高額な温泉利用券を寄付者に送っていたとして、総務省は洲本市を来月1日から2年間制度の対象から除外すると発表しました。こちらとしては拡大解釈しすぎたというふうになったので、返礼品の調達費は国の基準で寄付額の3割以下と定められていますが、例えば10万円を寄付すると5割に当たる5万円の温泉利用券が送られていました。洲本市は 50% のうち 27.5% が調達費で、残りの 22.5% は事務手数料や PR 活動の対価だと主張していましたが、それは認められないというふうなご判断をされたということで、制度として、私どもの方が、間違っているというふうなことを理解したところです。今後そこの部分については、そういうふうなことがないようにするのが私どもの責務かなというふうに思っております。総務省によりますと、温泉利用券に対しての寄付額は去年10月からのおよそ5ヶ月間で12,651件、合わせておよそ18億6500万円でした。制度の対象から除外されることについて、淡路島観光協会会長でホテルニューアワジの木下学社長は、洲本市さんと総務省さんの間で、コンセンサスが、取れていた上で私どもはご支持をいただいていると思っておりましたので、本当にこのようなことになってびっくりしております。この新型コロナからの脱却というのも、今年ぐらいからこの2年ほどでしっかりとリカバリーしていきたいというふうに思っておりましたので、悪い影響が思っている以上に広がらないことを本当に願いたいなと思います。対象は温泉利用券に限らず、人気商品だった淡路牛をはじめ玉ねぎなどの農産物も2年間ストップします。私たのような販売店も大変なんですが、ひいては農家さん、生産、淡路ビーフ、淡路牛育てていらっしゃる農家さんの方にも大変大きなダメージが来るんではないかと思ってます。はい。ウニやアワビなど海産物も人気商品でした。これはもうだいぶ損失だよ、みんな。ちょっと2年間、ね、しんどいですね。しんどいよ、赤字ばあり相当で、だいぶ影響ありますね、もう確実にありますね。再開した時にね、また納税してもらえるようにね、準備しっかり準備して、もう前向きに捉えて頑張ります、はい。2020年度の洲本市の一般会計の歳入は361億円で、このうち 15% がふるさと納税でした。今年度の当初予算では60億円が見込まれていましたが、大幅に減額する見込みです。優先順位をつけながら予算の再編成の作業をしていかなければならないと、新たな設備投資というふうなものについては少し後回しにしなければいけない
そんなものも出てくるのかなというふうに考えております。洲本市の対象除外について兵庫県の斉藤知事は、県内の自治体でこういった事案が出たということは、やっぱり改めて残念で遺憾だというふうに思ってます。2年後の復帰に向けて、新たなアイデアとかそういった姿を作っていっていただきたいなと、そのためには県としてもできるサポートをしていきたいと。ふるさと納税制度の対象から除外されるのは県内では初めてで、全国で3例目です。